行った？あ、あった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 、これだ。皆さんこんばんは、 AKB48 チーム8兵庫県代表の福留美津穂です。あ、AKB48 の明日よろしく、イエーイ、明日よろしく、イエーイ。背景変わってから初めてです。ちょっとリップを塗り足したいと思います。福留美津穂と申します、こんにちは。昨日ですね、SK48 の赤堀きみちゃんより明日よろしくしていただきまして、本日は福留美津穂が担当させていただきます。イエーイ、よろしくお願いします。はい、ということでよろしくお願いします。オープニングトークがありまして、ということでオープニングトーク、そうですね、あ、番組説明しなきゃ。この番組は AKB48 グループのメンバーが月曜日から金曜日までリレー形式で個人配信を行います。毎回配信の最後でメンバー自らが次回担当してほしいメンバーに電話をして出演オファーをし、そこでトークテーマまで発表します。ショールームの説明についてですが、アイテムを投げたりコメントを書き込むためには無料のアカウント登録が必要なので、ぜひ登録してください。無料の星ギフトはログインしたり各番組を一定時間視聴したりするともらうことができます。はい、そんな感じでございます。はい、そうですね、私個人的な話をしますと、明日よろしくをさせていただくのがもう6回目か6回目くらいらしくて、その福留が何回目ってこうツイートしてくださってる方がいらっしゃって、6回目みたいです私。めちゃくちゃ明日よろしくされてますね。びっくりしましてですね、自分でも驚きました。まさか6回もやってるんだなんて思わなくて、はい、6回目の明日よろしくですね。ですが多分今までで一番テンパってる。ドキドキしてるんですけれども、今日も楽しんでいきたいと思います。ということでね、現在のユーザーランキングトップ5を確認したいと思います。5位がヒロアイさん、4位がヒデポン、3位がワンタンメンさん、あ、なんかめっちゃ呼び捨てしてた今日、あ、大丈夫、あれあれ、ちょっと落ち着いて福留。5位がヒロアイさん、4位がヒデポン、3位がワンタンメンさん、2位がジャガさん、1位が元気くんあと友達さん、ということでですね、現在のユーザートップ5の皆様です。はい、ということでね、前回この明日よろしくしてくれた SK48 の赤堀きみえちゃんなんですけど、結構前からの知り合いでですね、ハートありがとうございます。最近話す機会もあんまりなかったんですけど、久しぶりにこう、LINE とかでしか話すことができてなくて、なので久しぶりに昨日電話で話すことができて、シンプルに嬉しかったっていう、シンプルに嬉しかったっていう私の感想なんですけど、嬉しかったですね、お話しすることができて。本当に可愛くて、お顔がいつもツイッターに貼り付いて、よくツイッター見てるんですけど、ハートありがとうございます、ありがとう、ツイッターに貼り付いて見てるんですけれども、明日よろしくね、何回か私から、1回か私が回したいっていう話をしたんですけれども、なかなか都合が合わなくてですね、なので回して、ちょっと待ってください、なんか 目になんか入ってるんだけど、なんかすごいチクチクするんだけど、目がなんで、あ、まつげが入ってた、まつげが、あ、やばいやばい、痛い、取れました、ありがとうございます。このまつげはですね、本日の視聴者プレゼント。冗談です、ごめんなさい。なのでね、こうやって明日よろしく回してくれたことがすごい嬉しいので、今日はね楽しんでお話ししたいなって思っております。ですがですね、きみちゃんがくれたトークテーマがですね、なかなかに難しいんですよね。最近楽しかったこととコンサートについてっていう、なんともこのなんていうんですか、こう壮大なテーマで、どうしようかなって感じでございますね。今から考えてます、何を話そうか全然思いつかないな。最近何しただろう、全然わかんないんだけど、あ、大雑把か、なんて言ったらいいんだろうな、あ、難しい。とりあえず今日何してた、最近などなどというフリートークということでね、フリートーク
難しい。あの個人的に変わったことと言いますと、いつもショールームの背景がね、大体私は白の壁だったんですけど、あの部屋の家具がですね、あのすっごい簡単すごい位置を変えまして、あのこんな感じでね、いつもこんなガヤガヤしてなかったんですけど、背景が今日からこんな感じでガヤガヤしていくのでこれもうどうだ、戻ったかな、戻ったかな、戻ったかな、え、戻ってない、あ、戻った、よかった、ごめんなさい、母上から着信が母上からの着信のせいで止まってしまいました。そう、背景がねすんごい、あのこっち側もっとすごくて、あのまだまだこっちに行くとくるみさんがいっぱいいらっしゃるんですよね。はい、あのなのでもうちょっと考えなきゃなって思ってるんですよね。でカーテンの前で配信してもいいなって思ったんですけど、こっちにカーテンがあるので、しかしながら迷った挙句ここが一番いい感じの場所だったのでここにしましたんですけれども、まあちょっと調節して考えたいと思いますイエーイということでですね、トークテーマでトークをしていきたいと思うんですけれども、そうです、コンサートについて、そうですね、最近その5月ちょうど1ヶ月前か、ちょうどジャストで1ヶ月前かな、本当にきっちり1ヶ月前かな、ちょっと待ってくださいね、あ、本当にジャストで1ヶ月前ですね、ピアアリーナさんの方でチームメイトのツアーファイナルがありましてですね、それについてお話しようっていう感じなんですけど、どんな話したらいいんだろう、どんな話したらいいんだろう、なんだろうね、何の話したらいいんだろう、でもツアーファイナルということでですね、その今までツアーを引っ張ってきてくださった方、先輩方のもう集大成っていう感じだったんですけど、なんか私個人的にツアーにまだフル出演できたことがなくてですね、自分の容量不足のせいで、容量不足っていうかもう本当に全ての管理の弱さのせいでなかったんですけど、その一回そのこのツアーファイナルっていう形でも、そのやっぱりツアーのこう準備期間というかそのレッスン期間とかやっぱりもうすごい量の振りを覚えるんですけれども、本当にそれをこう何年だっけ、7年それくらいかけてこう全国を回ってこうやってきた先輩方って本当にすごいなって思って、いつもこういうレッスンがあるたびに本当に先輩ってすごいなってしみじみ思うんですよね。いつも本当にすごいなって、いつ自分はあんな風になれるんだろうって不安になるくらい本当にすごくて、そんなずっと頑張ってきた先輩方のこう集大成であるそのピアアリーナに出演できたことがまず嬉しかったですね。とにかくその私はその今までその参加してきたことがなかったので、嬉しいというか、なんというか恐れが多いというか、ありがたいなっていう気持ちで、しかもあんな大きい会場で、ステージに立ったことが初めてだったので、でも緊張で、はい、ドキドキでしたね。でもすごい楽しかったですね。ステージに上がったらもう楽しいですね。上がるまでがすごい不安なんですけど、すごい楽しかったですすごい楽しかったなっていう思い出ですね。はい、でも何の曲が一番楽しかったですかって聞かれるとすると、やっぱりユニットの最強ツインテールがすごい楽しかったですね。本当にオリメンさんの衣装を着させていただいて、すごい可愛い、私アーヤンさんの衣装を着させてもらったんですけど、すごいいつも MV とかで可愛いなって思ってた衣装だったので、それを着れたこともすごい嬉しかったですし、オープニングで着ていたチームメイトの灰色の制服の衣装をまず着れたことも嬉しくて、いつも桜チェックとかしか着たことがなかったので、すごいそれも嬉しかったですね。あとは思春期のアドレナリンを
披露できたというか、それが嬉しかったですね。まだ関西メンバーなのに思春期のあだれなりにやったことなかったので、それが嬉しかったです。あの数え始めたらキリがないくらい楽しいあのことばっかりでしたね。あのケーキもすごい可愛くって幸せでした。ということで、もう16分だ。やばい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 、急げ急げ。で、最近楽しかったことについてですね。最近楽しかったこと、最近楽しかったことか、最近楽しかったこと、あー、でも部屋の模様替えするのはすごい楽しかったですね。なんかあんまり部屋の家具を動かしたのが生まれて初めてだったので、あのこんな大胆に動かしたのが初めてで、はい、私の部屋なんせ物が多いもので、あのよく友達とかが家に来ても物をって言われるくらいなので、なんか若干家具移動してこうまとまりが、まあ、まとまり、多分今見てる方はあの全然まとまりもクソもねえじゃんって感じだと思うんですけど、あの私にとってはだいぶまとまりが出まして、全体的に見るとね、あのここから見ると背景だけ見るとねガヤガヤしてるやんってなるんですけど、あの私としてはあのすごいまとまりが出ましてですね、このお部屋にあのフラフープを回せるスペースができまして、今までその家具の並べ方のせいでフラフープも回せなかったんですよ。あのちょっと周りに当たっちゃうみたいな、なのでなんかついた、あのここだったらちょうどここにね今広いスペースがあるので、あの回せるようになりまして、なんとも嬉しいでございます。すごい個人的な話なんですけど、あのフラフープしたり、あのヨガマットを引いて柔軟したり、あのそれができるようになったのが嬉しいですね。あのはい、でもすごい楽しかったですね。あとはあのカーテンを開けるようになって、その朝起きたらこう朝日がね部屋に入ってくるのが個人的に最近好きで、あのあと夕方とかは電気消しててもその外からの明かりで若干部屋が明るいみたいな、その時間が最近好きですね。すごくあの真っ暗でお昼寝するよりもそれくらいのあのやつで、ね、それくらいのあの光がちょうどいいかなって思いました。お布団置いた時のもうえ違うよ、ちゃんと綺麗に置いてるんですけれども、あのここにね、めっちゃあのクッションを置いてまして、あのあとパジャマを畳んだりブランケットを畳んだりしてるんで、あのここだけなんかねモコモコして見えちゃうだけなので、あのきっちりあのちゃんと私はあの布団から出たらあの整えるタイプなのでご安心ください。あのクッションのせいなんだよね。あのクッション、そう、ぬいぐるみがマジで多いんですよ、福留の部屋クロミタンだらけなのでね、まず対策します。なので今日はあんま触れないでください。あと最近の趣味で言いますと、本屋さん巡りがすごく好きで、あの暇さえあれば本屋さんに行って本を買うっていう最近なんですけれども、あのやっぱり本、読書ですね。最近読書が楽しいです。あとお茶、ティーにハマってて、アップルティーとかルイボスティーとか、あの飲みながらあの本を読むのが幸せです。最近買った本はなんかちょっと心配されそうで怖いんですけど、全然病んでないです。あの本当に病んでないので安心してください。最近買ったのはこのさくらももこさんのももこの話っていうあのエッセイ本というか小説で、このさくらももこさんの本すごい大好きで、すでに5冊くらい持ってるんですけど、また新しいのを買いました。あと次にあのこの3分でわかる心理学っていう、別にあの病んでなくて、ただあの心理学って面白そうだなってずっと思ってたので、心理学の勉強しようと思って心理学の本を買いました。あとこの辛い時はあのやってらんないって叫べばいいのよっていう、本当に病んでないのであの安心してほしいんですけど、あのそういう辛い時はやってらんないって叫べばいいのよっていうあの本を買いました。あとですね、小論文の勉強をしようと思って、あの小論文これだけっていう本をあと買いましたね。あとこれ初めての痩せ筋トレしようと思って、あとこの簿記の、 あの入門の本ですね、ちょっと簿記の勉強しようと思って、あのあとこの秘書検定の本買いましたね。
あと向こうにしまってる本で言えば、あのレシピ本、料理のレシピ本と、で本当はどうしたいのっていう本を買ったんですけど、なんかそういう自分の人生について見つめ直す本が多くて、ファンの方に紹介するには病んでるって思われそうで怖くて、あの紹介しなかったんですけど、あのそういう本を買いましたね。だいぶ読み進めております。全部本当はどうしたいのっていうそう、なんかやっぱり今受験生なので、一応何になろうかなっていう考えてるところなので、とりあえずいろんな本を買っていろんな分野について勉強して、自分が一番興味を持ったものについて深く勉強できればなって思ってる感じでございますね。はい、あのでもやっぱりさくらももこさんのエッセイ本が一番進んでます。やっぱ面白いのであとで本当はどうしたいのっていう本もすごく、あのすごく自分に響くものが多くて、あのなので、あの料理本と、あのレシピ本と、で本当はどうしたいのっていうのと、あとマイメロちゃんの、あのなんでですか、こう人生に向け、人生について、あの辛い時はみたいな、そういうポエムの本があっちに置いてるんですね。あっちの本棚に、そこにさくらももこさんの本とかも置いてあるんですけど、はい、漫画も読むのやめようと思って、あのベッドの下に封印したんですよ、漫画も。だから最近あの本を読んでます、ずっと。はいそんな感じでさ、本当に病んでないので安心してください。本当に全くもって病んでないのですっごい心配されそうなんですけど、あの全然、あのちょっと自分の人生と向き合おうって、あの思っておるだけなので、あのご心配なくはい、そんな感じでございますね。ということで、あのトークテーマもお話できたということでですね、あの次のね、あの配信してくれるメンバーに電話をかけたいと思うんですけど、すっごいあのドキドキしてて、あの今すごい本当にドキドキしてて、こんなに人生でドキドキすることってあるんだっていうくらいドキドキ。みんなの予想を教えてください、はい、みんなのあの予想を教えていただければなと。うん、あ今のところ正解はいないですね。はい今のところ正解はいないですね、いないですね。はい、私自身すっごい今こんなに緊張するんだ、あー緊張するちょっと待って、ひゆかに緊張しないよ、福留ひゆかに電話するのはさすがに緊張しないよ。ユッキーナも緊張しないよ、うん、本当に緊張しないよ。ユッキーナには誰がいるんだろう、うん、緊張しない。同期には本当に緊張しないよ、電話レミタも緊張しない。なんかニヤニヤが止まらなくて、ちょっと今日あの平常心で保ててないんですけど、皆さんお察しの通り、あの全然平常心じゃなくてですね、今あ緊張する。じゃあかけていきたいと思います。あー緊張する、本当に緊張する、緊張よしかけよう。あーめっちゃ緊張する、どうしよう緊張する、こんなに緊張するんだ出るかな、出るかな、あやばい、今本当に恋してるのってくらいドキドキしてる恋だわこれは、出るかな、あドキドキして、みんなに心臓の音聞かせたいくらいドキドキしてる、ドキドキ待って出ないんだけど、出るかな、末永く待とう。うん、ドキドキする。なんか笑ってないと、笑ってないと、あの平常心が保てないくらいドキドキしてる。あ、これかけれてるかな。あ、かけれた。いやードキドキする。京香ちゃんにはね、もう緊張しないよ。京香ちゃんは本当に可愛い。お姉ちゃんみたい。太めの京香ちゃんは。
あ、出ない。あれどうしたんだろう。ピエン。かけ直そう。あ、かけてくる。あ、かけてきた。どうしよう。すれ違い。あ、かかってきた。待って、これ切って。もしもし。もしもし、よかった。あー、かわいい。かわいい。え、スピーカーにしてもいい？あ、じゃあスピーカーにします。じゃあ、あの、すいません、あの、自己紹介をお願いします。はい、はじめまして、 NMB ウェアアカケット NMB48 七期研究生の罪の若菜です。イエーイ、若にゃんちゃんです。はい、皆さん誰一人当たってる人がいなかったんですけど。ですよね、うん、だって当たらないですよね。わかにゃんちゃんです。嬉しい、はい、あの、本当にやった、嬉しい、わかなも、あ、ドキドキする。あの、本当に私のわかにゃんちゃんが大好きで。嬉しい、わかなも、かわいい。あの、本当にかわいくて、うん、すごい今緊張、こんな恋かなっていうくらい今緊張してるんですけど。なんでよ、かわいい。なんで緊張するん？え、なんかずっとメッセージでしか話してなかったから、なんかこう実際に電話って言うとなんか緊張するよね。わかる、わかなもめっちゃ今緊張してる。え、ほんまに？かわいい。でも本当に、あの、わかにゃんちゃんは可愛くて、皆さんにわかにゃんちゃんの魅力を紹介しますと、本当に可愛くて、喋り方も顔も何もかもが可愛くて。あと最近、あの、あれ見たよ、あの、グラビア。もう恥ずかしい、なんで見るの。あの、めちゃくちゃグラビアも、あの、すごいの、全てにおいて、あの、いい。めっちゃ褒めてくれる。気持ち悪いけど、私めっちゃ気持ち悪いけど、あの、すごい、何を思うかも、あの、すごいほどナイスバディで。バディ、ナイスバディで、あの、全てチェックしてるんで、本当に可愛い。ありがとう、嬉しい。いいですか、明日お願いしても。うん、もちろん。あ、嬉しい。何がいい、トークテーマ。なんか聞きたいの何かありますか。どんなんがいいかな。かわいい、本当にかわいい、ね、ごめんね、気持ち悪いよね、太め。嬉しい、いつか会いたい。何がいいかな、何がいいかな。ボディについてって、何話すね、ボディについて。何がいいかな、うん、ヒラパーについて、ヒラパーについて。あ、確かに NMB さん、ヒラパーさんとコラボね、はい、コラボさせていただいてます。え、行った、ヒラパー。まだ行けてないの、行きたい。あ、行ったことある、行きたいとことか。あ、行きたいところ、あ、わかった。じゃあちょっと2個テーマ作る。 OK。 1個は、うん、福ためとデートするならどこに行きたいか。わー、いっぱいあるよ。本当に、うん、それにしよう。じゃあ、福ためとデートに行ってくれるならどこに行きたいかっていう話。 OK、うん、見たらデートする場所探します。あの、ただ単にこれ自己満な、あの、聞きたい話なんですけど。嬉しいよ。嬉しい。じゃあ次はもう一個、もう一個はみんなが聞きたいお題にしようかな。何がいいですか。あ、新曲について、しだれ柳についてかな。しだれ柳、お、いいですね。あ、本当。あ、そんな壮大なテーマで大丈夫かな。もっと大丈夫。あ、本当に。しだれ柳についてアピールポイント。あ、そうだね、アピールポイント、うん、なんか結構いろんなあれだもんね、動画とかめちゃくちゃ公開されてて。そうなのよ。わかにゃんちゃんがね、あの、いらっしゃるキュンマートさんのね、あの、曲もね、あの、しだれ柳にね、収録、はい、収録されているので、そんな話についても、はい、じゃあぜひ語って、はい、語っていただきたいなと。はい、嬉しい。え、本当にありがとう。こちらこそありがとう。いいえ、いいえ、いいえ、見てたよ、ショールーム。あ、本当に、こんな変な顔見ないでほしかった。嬉しい。くとめも明日見よっと。やめて。え、本当に、でもまたプライベートでも話したり、会いたい、会いたい、遊ぼう。え、絶対遊ぼう、楽しみにしてるね。ありがとう。じゃあ明日、ありがとう、よろしくお願いいたします。はい、もちろん。じゃあ、あの、大好きです。わかなも。じゃあまたどこかで。はい、よろしくね、明日。うん。
うん、バイバイ、バイバイ、またね。あ、かわいい。あの、ということで、あの、はい、あの、明日、あの、担当してくださいメンバーは、あの、NMB48 の七期研究生の、わかにゃんこと、すみのわかなちゃんです。はい、すみのわかなちゃんです。ですね、自分が明日よろしくがこう回ってくるって分かった時に、あの次マシもいいみたいな話したら、快く言ってくださってあーすごい緊張した。今日はだからまかにゃんちゃんにこうかけるって分かってたので、このこうなんていうんですか、平成、平成だっけ、平成でいられないみたいな言葉なかったっけ、あの平たいに静か、あ、これだ、そう、平成でいられなくて、はい、平成でいられなくて、チームメイトのみんなに断られてないよ。今回はあのチームメイトじゃなくて、あの若にゃんちゃんに一番に回したいなって思って聞いたのでチームメイトには誰も聞いてないですね、同期にも。はい、いやすごい、こうなかなかその他のグループのメンバーさんと今やっぱり関わる機会がこう全然なくて、そんな中仲良くなれた若にゃんちゃんなので、ぜひどこかでこうお話できたらなと思ってたので、こんなところでお話できて、こんなところでってどういうことだろう、またいつかどこかで会えたらななんて思ってるんですけれども、本当に嬉しいです。本当に本当にはい、そんな感じで明日まかにゃんちゃんが配信してくださるので、ぜひ皆さん本当にまかにゃんちゃんのことをなんていうんですか、もともと知ってる方も今日初めて知ったよって方も、ちょっとだけ知ってるよって方もぜひショールーム見に行ってください。本当に可愛くて、一応私は同い年なんですけど、はい、そんな感じで、すごい可愛いのでぜひ皆さん癒されに行ってください。どんなタイミングで仲良くなったの、あ、そうですね、ツイッターをフォローさせてもらって、私が恐れを起きながらフォローをしたらですね、フォローを返してくださりまして、そう、返してくださってありがとうございますっていう会話から仲良くなりました。はい、あんまり私こうやって仲良くなれたメンバーはていうか、こういう風に仲良くなれたメンバー初めてで、なんか自分もドキドキしたんですけど、すごくまさか仲良く、こんな風に仲良くなれたのなんて本当に幸せなことでですね、嬉しいです。はいはい、そんな感じでございます。なかなか今日は落ち着きのない福留だったんですけれども、はい、お付き合いいただきまして誠にありがとうございます。はい、ということでね、明日のぜひ若にゃんちゃんの配信にも皆さん遊びに行ってくださいね、約束です。ということで、AKB48 の明日よろしく、そろそろ終わりの時間です。この後は個人のルームで福留配信しようと思っているので、ぜひそちらも遊びに来てくださると嬉しいです。それでは最終のユーザーランキングトップ5を確認したいと思います。5位ワンタンメンさん、4位ヒロアイさん、3位ヒデリングアットトメダチさん、2位ヒデポン、1位は元気くんアットトメダチさんです。ありがとうございます。はい、皆さん本日もお付き合いいただき誠にありがとうございました。では続いては福留の個人ルームでお会いしましょう。ありがとうございました。まかにゃんちゃんよろしくね、明日バイバーイ。